ダはすぐに目覚める。決まりにはわかる。ユーナは大丈夫だよ。ちゃんと息してるしね。ルルーとワッカは？ワッカは見た通りきつそうだな。ルルーはいつもと変わらない。なんかかっこいいよね、大人って感じだし。まあ私もあと 5,6 年ってとこかな。なあキマリ、どうやってこっから出ようか。話そらすな。よじ登るしかない。キマリもなりたいものになれるのはなろうとしたものだけだ。ルールみたいになりたかったら努力せいってことだろ。お、頑張るよ。リュックはリュックのままでいい。あ、無駄な努力するなってこと。決まり。お前らよく笑ってられんな。シームは老師にジスカル様のことを聞こうと思ったの。そしてきちんと寺院の裁きを受けてもらいたかった。結婚はその引き換え、必要ならそうしようと思った。でシームは何て言ってたんだ。何も答えてもらえなかった。結局私のやったことって何だったんだろうな。もし最初からみんなに相談していたら。もういい。しなかったことの話など時間の無駄だ。そんな言い方しなくてもいいのに。ユーナの後悔を聞けば満足するのか。そんな言い方しなくてもいいのに。決めねばならんのは今後の身の振り方だ。旅は続けるんだな。はい。でも寺院の許可が得られるでしょうか。召喚師を育てるのは祈りごとの接触だ。寺院の許可や教えではない。お前に覚悟があるなら俺は寺院に敵対しても構わんぞ。うわ、すっごいこと言うな、アーロンさん。俺は反対だ。俺たちは犯した罪を償わなくちゃならねえ。確かにシーマー老師のことはあまり好きじゃなかった。なあ、未編セッションの時から気に入らねえと思ってたよ。ジスカル様を殺したのはもちろん許せねえし、それからあれだ、俺たちを殺そうともしたけどな。それでもやはり罪は罪、裁きを受けるべきです。ベベルへ行こう。聖ベベル級のマイカ老師に事情を説明しよう。それしかないと思う。そのつもりだ、うん、アーロンさん。話はついたようだな。一緒に来てくれますか。ことを荒立てたのは俺だからな。そうそう、大抵アーロンが話をややこしくするんだよな。だよね。決まりがガーって吠えておっちゃんが突っ走ってさ。ついてこいと言った覚えはない。仲間が言ったらほっとけるかっつーのなあ。うん、ありがとう。あ、仲間か。ったくこの非常時のんきだな。おい、肝心っちゅうかずぶといっちゅうか。あんたはカリカリしすぎ。歌でも聴いて気を静めたら。ジーンから聞こえるのか。うん、心静めるエボンの賜物。なんかよ、少し前からざわざわっちゅうかゾクゾクっちゅうか、そんな気しないか。やっぱするよな。これ誰が歌ってるの。祈り子様よ。祈り子って歌ったりするもんなのか。それ以外に説明がつかないでしょ。ちゃんと話せばマイカ老師も分かってくれると思うんだ。
ジェクトも歌っていたな。ああ、こればっかりな。へったくそでさ。下手なのはお前も同じだ。聞いてたのかよ。油断も隙もないな。お前の歌を聴くたびにスピラのことを思い出した。そっか、あんたスピラからザナルカンドに渡ったんだよな。やっぱり心細かったのか。そうな。なあ、どうやってザナルカンドへ行ったんだ、シン。やっぱそうだよな。決定的だった。ザナルカンドとスピラをつないでいるのはシンだから、シンを倒したらザナルカンドへは帰れない。あれ、歌が終わったみたいね。この時だった。シンは親父なんだってこと、初めて素直に受け入れることができたんだ。歌聞いてたんだろう。今度はなんだよ。もう無理だって。あんた真なんだろう。大きくなったって、分かったよ。終わらせたいんだよな。俺が何とかしてやるからな。